ひろちゃんこんばんは。こたつ猫さん、 JT さんこんばんは。そう、7枚目シングルの再販が本日の18時より始まっているので、ぜひこの前お話ししてよかったなとか、押し増ししてよかったなって思ってくださった方がいたらお待ちしております。お話し会再販再販、前髪、そう、さっき作った。今日もね、もう9時40分まですっぴんぼっさぼさでいたんですよ。急いで支度しまして、まだでも薄メイクですが、まあこんなもんでいいかなって、何もない日なので。バージョンさんこんばんは。めっちゃ飲まなきゃ、本当にまた来てくれる。うどんさん、かわいいギフトありがとうございます。そう、今日はね、もうボッサボサでレッスンに行って、ボッサボサのボッサボサです。まさパンダくんこんばん。メイク配信したことある？ある。朝とか配信したら大体メイク配信。翼なんちゃらさん、ヨッシーさんこんばんは。あ、そうだ、なんか四国のあの公式ツイッターで情報が出たんですけど、四国の MV 撮影に参加できるっていう企画があります。そう、服部さんハートありがとうございます。桃めつたいさんこんばんは。レッスン後感強めかと思ったら、そう、まあレッスンはでも、まあ昼ぐ夕方には終わったので、まあちょっと休んでましたけど、だから全然もう普通の私です。レッスン後ゆきりかではないです。そう、なんかズームでさ、なんかよくわからんかったけど、ワイの出番、そう、なんだっけな、前配信出てた、そう、全然話題になってなくない？ MV の配信撮影風景を見せちゃいますみたいな企画なのに全然話題になってない。なおさん、くわっちさん、好き好き大好きさん、ありさちゃんこんばんは。ちょっと充電器取ってきます。あっちに持ってきた、持っていったんです。こちら充電器。よいしょ。スーさんこんばんは。マイセンさんこんばんは。今日は目力上がる。本当に嘘もライトかな。和吉さんこんばんは。あ、話題になってた。本当に全然なんかね、昨日チャイナ見れなくてへこんでる。もうメールとツイッターに載ってるので、チャイナは。カリタン、エビスさんこんばんは。つよしひげさんこんばんは。初見、はじめまして。胸ゆきりかです。いまいち何やるかわからない。私もわかんないですね。そう、ズームなんだと思った。そう、ちゃんとなんか分かんなかったから、そう、 LINE ライブの時にまとめて発表されて、そう、14日らしい。14日の12時半って書いてた。写真のブレ具合。朝ツイートするんかいって突っ込んだ。え、そう、なんか質しますって言ったら絶対しなきゃいけないから、分かんないってぐらいの方がいいんですよ、気が。
明日おはようしようかなって思ってます。お休みじゃなくて今日の明日のおはようしようかなって思ってます。胸焼き飯店のおすすめ、それはもう焼き豚、焼き豚卵飯、オリジナル製なし。ズームで参加ってさ、ズームって画質悪いイメージあるけど、吉典さんこんばんは、渡辺さんこんばんは、高藤さんこんばんは。沖縄の8時2分、あでも早いじゃん全然。あ、ズームといえばホームルーム、確かにズーム使った。そう、ズーム漏れないよね。そう、ズームってなんかそう、実物よりもさ、なんか私は漏れない。そう、抽選で私もね、まだあ、抽選で200名って書いてる。マイドさんこんばんは。ズームでめっちゃ光って、漏れないですよね。周平さんこんばんは。そう、出れるけどズームです。お笑い番組見てみますかって、実家の時はめっちゃ見てたけど、最近のは全然見れてないですね。お笑い番組好きですけど全然最近見てない。ふなっつさんこんばんは。再販受付中。あ、間違えた、そういうこと。それあえてそれにするのかと思った。あえての再販。そう、 DTV さんで生放送Zoom で。ね、そう、恋する包丁クッキーみたいにね、確かに実際にね、まあこのご時世だしね、ズームだと確かにいろんなところから参加できるし、そうですね、わざわざ集まらなくてもいい。ゴーンさん、あーちゃんこんばんは。ロマタコさんこんばんは。今日は何のコスプレですか。今日はもうノーマル雪梨花。映らないで見るだけ。おお、確かに見たいよね。普通に MV 撮影しているところが見れるなんて、確かに。どうしよう、雪梨花違うとかめっちゃ言われてるところ、確かに。見れるんじゃないかな。先着の方は出れて他は見る。質の壁、あっという間に自分のランキング上位に入ってきてますねって。そう、今日ベッドタイムに4回ぐらい並べた。さ
しこいのちさん、こんばんは。カピバラミキヤさん、こんばんは。くんさん、こんばんは。昨日は恥ずかしい姿をお見せして申し訳ない。え、あ、チケットをご購入された方の中から100人か。じゃああれですね、じゃあ普通に見るだけ全然できるわ。猫の耳ピンがない。できるできる。その中から抽選だって。カピバラミキヤさん、かわいいギフトありがとうございます。まこくまさん、ひろぺーさん、こんばんは。間違うことって、なんかありそうじゃない。でもそういうのあるじゃん、もうちょっと大きくとかそういうことでしょ。そこもう一回みたいな。七並べ10月の応募忘れてたけど、なぜか11月2日までプレゼント応募できるみたい。へえ、長いってこと、期間が。なんで足ぶつけたの。ああそう、なるほどね。確かに、でも狭いもんね、椅子と椅子の間歩いてるよね、あれ。お見送りね、ちょっとメンバーのこと見すぎたらぶつかるよね、普通に。全然ね、いっぱいいます、足ぶつける方。そう、もう必死に手振ってるからみんな結構ぶつかってます。ケンソリセブン、こうさん、こんばんは。まこくまさん、ハートありがとうございます。そう、メンバー以外見ないから、もうみんなこうやって横移動なので椅子と椅子の間を歩いてるんですよ。だから全然ぶつかる、めっちゃぶつかる。母ちゃん、こんばんは。あおげたら目の前に受けるか。そう、私の前でしたね、確かに。すうやさん、こんばんは。無言なので確かに。お忘れてた。 DD51 さん、こんばんは。一日仕事したらだいぶ前に感じるけど、まだ昨日なんだよね。ね、でも私も今日すっごく長く感じた。そう、なんかすごい今日長かったです。7時じゃないわ、8時に起きて、そっからずっと起きてるので長い、長かった。ティガーさん、こんばんは。キヨ兄さん、こんばんは。あ、応募し忘れたって。あ、七並べの話。あ、七並べ、七並べは応募しないともったいないので、ぜひ七並べ。バックハウスさん、こんばんは。月曜日終わった、意外と早いよね。もう次火曜日ですもん。なんか時が進むの早すぎて。朝の釣りとか確認してから永遠寝てた。いいね。そう、武蔵まだ食べてない。あるよ、武蔵のお弁当。武蔵のお弁当を買ったんですよ。天むすは食べた。あれはなんか5時ぐらいに食べて、あれをだから夜ご飯かなんかわからんくて、まだ食べてないです、本当の弁当は。きよさん、せいちゃん、こんばんは。お正月も早く、お正月になってほしい、本当に。お正月、お正月誕生日か。天むす美味しかった。天むすはなんか注文してから揚げてくれるやつなんですよ。だから温かい状態で食べたからし、米にめっちゃ味がついてるの、武蔵さんのお弁当は。だから美味しい、米に味ついてて、もう米が白じゃないの、美味しい。ポロタンさん、こんばんは。そう、天むすおやつ。
12月4日愛媛、それも楽しみだけど、それはでも STU としての楽しみ、もうプライベート部門で本当にお正月が好きすぎてもう楽しみだけど、それが終わったら悲しい。お正月の好きなところはすごい夜更かしできるところ、いろんな番組があって楽しく夜更かしができるところ。なこひでさん、かわいいギフトありがとうございます。で、早朝に初詣に行くこと、屋台がいっぱい、 そして福袋を見にいろんなお店に行く。なんて楽しいんだ。しんさん、こんばんは。11月ね、なんもないですもんね。ポッキーの日とかあるんじゃない？11月、お正月ライブ、ないよね。お正月はなんか休みなイメージ。しんさん、こんばんは。クロさん、こんばんは。まあ、全然お正月ライブがあるなら、広島でメンバーとお正月過ごすのもそれはそれで楽しそうだから、全然あり。みんなと毎年休みです。毎年っていうか、まだ2年目ですけど、3年目、先輩も休みなイメージ。お正月は一人者なので、いい夫婦の日があるそうですね。まあ私も関係ないですね。貯金箱500円貯めればって、いや500円は貯めないです。そんなに余裕があるわけじゃないので、500円は貯金する余裕はないです。 MM さん、マルさん、ショウさん、こんばんは。初見です、はじめまして。ムヒョンさん、アンニョン。あ、スタッフさんも休みだから、そういうこと。完全に中身見えない福袋買いたいですか？でもワクワク感あるじゃないですか。完全に中身わからんくっても、でも大体、まあ、こういう感じのが入ってますってわかるから、全くわからんのは買わんけど、アクセサリーがわからんもの入ってますとかなら買う。いや、何が入っ、あのビレバンとかのやつ。ベレッタさん、ギフトありがとうございます。こんばんは。今日峯岸さんの YouTube を見たら、前目の貯金箱あったね。あるよね。そうなんですよ、お揃い前目の。ピロンさん、こんばんは。まあ中身わからん、どういう可愛い服わからんのが入ってますとか、そういうのがあったら。あ、私の福袋も出るじゃん。そういや、確かにあるよ、ゆきりかグッズの福袋あるよ。まああるんじゃないかな、まあ決まってないけど、勝手にあるって言ってる。峯岸さん、前メロ推し。あ、そう、そうなんだ。だから前メロの時今こう一緒だ。ユースさん、こんばんは。ゆきりかの服が入った福袋。ゆきりかの私物の福袋なんかないですよ、そんな。ゆきりかの
他の私物でも最近服を整理してなんかいらないけど捨てづらい服があるんですよ。ゴミ袋3つ分捨てたんですよ服を最近。けどなんかその困ってる。何回か着たりそんな高くないやつはポンポン捨てれるけど、ちょっといいところで買ったでも着ないやつは捨てれなくてもう困ってます。私服じゃなくて公式なグッズでも嬉しい。そう、それ普通の方です。リカちゃんのバスタオル、え、瀬戸内は出すのって。でも一応去年とかあったんですよ個別福袋なのであるんじゃないかな。去年あったんですよ。高幸さんこんばんは、タチオさんこんばんは。メルカリでもメルカリはできないから、しかもそれはめんどくさい。コキンさんこんばんは。後輩にあげる？いるかな？そんな私の服。岩ちゃんこんばんは。うどむさんかわいいギフトありがとうございます。メンバーにあげるね。でも前はあげたんですよ結構。そうだけどもうだなと思って。ヤスルパンさんこんばんは。STU の福袋なんか1万円とかだった気がする。ロンリーボーイさんこんばんは。ありそうじゃない？分からんけど何も。でもあるとしたら12月の後半とかに受付ですよね。メンバーから妹さんとかにあげる？あー確かに。リア友英子さんとかいらんかな？服いらんかな。なんか私はその配信とか見られるから服めっちゃ買うけど、あ、ゴミ袋3つ分は捨てたやつ。そう、捨てづらくていらない服はゴミ袋 1.5 ぐらい、3つ分は捨てた。今何の話？福袋の話です。福袋とかいらない服の話。あ、そう、捨てた。で、あの捨てづらい服は取ってる。肘掛け新しい。ね、大学生ってあんま服買わんよね。菊池さんこんばんは。私はあんまり同じ服着すぎたらダメだから結構買ってるけど、季節とかに合わせて。ズーミンさんこんばんは。この絵かなたさんこんばんは。確かにね、そう困ってる。まあもう決めてないのはもういらないっていう、あの断捨離やっけ、断捨離ができるようになったんですよ。今いらないものは、使ってないのはもういらないものだって捨てれるようになったんです。ポンポン。福袋の申し込みまだ始まってないです。予想あるかなっていう。肉声同士で交換。でももう私が着てる服を着たらもうその服はその人のイメージがついてるから着づらいよ。花ちびさんこんばんは。 STU の福袋は高くて買えませんって。それは好きなメンバーがいっぱいいるからじゃない？そうだよ、5人ぐらい好きだったら高くなりますもん。5万。サイズが合うの誰だろう。でも誰でも割と基本
うと。おしめ一人の服しか知らないから、そうかね、これゆきりかが着てたやつじゃんとかなったら、スーさんこんばんは。昔の劇場版の CD が捨てるほどあるんですかね。どうしたらいいんだろうね、飾るしかないよ。もうそう、福袋1万円するのでね、そう5人とかおしめいたら高いってなるけど、まあ1人ならまあ高いけど、福袋ってでも1万円ぐらいするのでし、お得にはなってるので。中身がゴーンさんこんばんは。値段見ずに買っちゃう、それはお強い。まあでも私も本当にアイドルさんオタクしてた時は買ってた、値段見ずに。その服ゆきりかん持ってるよって、なんかもらった子が気まずくない、なんかめちゃゆきりかのイメージついてる服をあげてそれ着たな。そうめっちゃそのメンバーの印象をついてる服欲しくないもん、うん、あえて他のメンバーが着る服を借りて配信して匂わせ匂わしようかね。何オタだったのって。私はあのもうアイドルさんは結構いろんなアイドルをかじってたんですよ。本当にいろんなアイドルをかじってたけど、枝豆あれはでも欲しいね、服じゃないじゃん、あれコスプレは何でも欲しいけど。他のメンバーと交換したらゆきりかがミニスカートになる。でもそんな変わらんよ、言うて身長そんな5、6センチ